ゴールドエクスペリエンスオンラインをご覧の皆さん、こんにちは、竹尾です。今日はですね、体育館じゃなく、僕の部屋で撮影をしております。と言いますのも、今日僕が紹介するのが部屋の中でもできるトレーニングです。前回2回フロントドリブル、フロントチェンジ、この2つを紹介させてもらいましたが、その中でも僕が、指先の感覚を大切にするようにと、たくさん言っていました。で、今日はその指先の感覚を養うトレーニングをここで紹介したいと思います。まずボールを用意してもらって、やることはただ一つです。顔の前でボールを左右に投げるだけ、これだけですね。でですね、注意してほしいのが、ボール持った時に、もう何回も言っていますが、手のひらがボールにつかない、これを注意するようにしてください。で、ボールに触れているところも指の第二関節あたりまで。今は指先を養うっていうことを条件に練習してますので、できるだけ指先だけでレッスンをしてください。で、左右に投げるだけと言いましたが、これもまずはだいたい肩幅ぐらいで投げて様子を見てください。で、だんだん慣れてくるとですね、この幅を縮めていきます。一回やってみますね。まずは肩幅で、慣れてきたら縮めていきます。で、また広げる、縮める、まあ、こういった練習があります。あとはこれにわざと回転をかけて、手首の返し、このスナップって言いますが、この練習をしながら指の感覚を養ったり、あとは高さを変えてあげる、胸の前で投げたり、これも回転をかけたり、かけなかったり、早くやったり、遠くしたり、こういった練習があります。で、こういった練習は家の中でもできるっていうことがすごくいいことでですね、前回1回目2回目ドリブル、下にボンボンとつくのを紹介しましたが、家の中ではもちろんできないので、こうやって左右に振るだけで、手首の感覚を養ってあげるだけで、ドリブルを次回した時にまた上達が早くなっているということがよくあります。なので、できるだけ家にも1個ボールを置いてあげて、たくさん触れる機会を作ってあげてください。こういったトレーニングはですね、プロの選手だったりとかも試合前のロッカールームなどで、アップ前もアップ後、に、コーチの話を聞きながらとか、チームメイトと話をしながらとか、みんなこうやってリラックスしながら、その日のボールタッチの確認をしています。まあ、それほど、まあ、簡単にできるし、重要なことなんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもこれで指先の感覚を養うようにしてあげてください。で、今一つだけ、紹介しましたが、もう一つ紹介します。で、やることがほとんど同じなんですが、左右に投げるだけなんですが、投げ方がボールをギュッと手のひら広げてるところから閉じて、ボールを押し出すように左右に投げるっていう練習もありますので、今日はここまで、紹介して終わりたいと思います。まずボールを持ってもらって、これを真上にまずやってみますね。キュッキュッキュッ、こうやって押し出すようにしてあげます。これを左右で
やってあげたり、途中から戻したり、速くしたり、高さを変えたり、広くしたり、こういった風にしてボールで遊びながら感覚を養っていってください。今日のレッスンは以上になります。次回また体育館でですねドリブルに戻りますので、皆さんたくさんこのレッスンをして、ドリブルに生かすようにしてあげてください。